年、伊東純也復帰の日本代表、久保と堂安はどう使うべきなのか。久保と堂安はどっちが代表の右で活躍するだろうかね。守備ができて点にも絡める堂安行きたくだろ。堂安はワールドカップで活躍して10番に選ばれたんだよな。久保は日本のためにまだ何もしてない。堂安は常にサボらない汗をかくいい黒子だもんな。右の序列2位なのも納得。久保とは貢献度が違うし、久保は真ん中できるからそこで使えばいい。久保は遅延だよ。単純に縦に速い選手の方が使いやすい。そんな遅いイメージないけどな。逆足だからそう思ってるんじゃね。久保は別に遅くはないよ。伊藤が飛び抜けて速いだけで、堂安と久保はどっこいだと思う。代表だと久保はトップ下ばかりよな。南野と被ってる。左は三笘中村、中は南野久保、右は伊藤堂安、鎌田は最近ボランチか。お前ら久保にいろいろ言い過ぎだけど、伊藤や堂安がコンディション悪い時に必要だろう。伊藤久保堂安のミストだと昨季公式戦で GA スコアポイント一番多いの堂安だけどな。久保ダブル G 堂安シャドウでうまくいってただろ。伊藤堂安久保の中の二人が揃ってればなんとかなる。ベストは伊藤が右ダブル G で久保が中やればいいと思うが。代表見てたらわかるけど久保ってほとんど右サイドで使われてないよね。3人とも違った良さがあるから迷うよね。代表貢献度なら堂安一択だと思うが。